ヘリザウは、スイスアッペンツェル・アウサー・ローデン・ジュン州にある、基礎自治体で、同巡州の州都である。ただし、地方政府と議会はあるが、裁判所は、トローゲンにある。中央広場周辺の村落と、家々、1580年に建てられたプロテスタントの、教会、1737年に建てられたベターと、ツワローズの家、シュアンバーグ村落、ジュン州の記録保管所が併設された。 地方政府庁舎は国の重要文化財に登録されている。ヘリザウが最初に記録に登場したのは837年で、教会は907年に記録が残っている。1084年にザンクトガレン修道院周辺での戦闘で町は破壊された。1248年と1249年に修道院が住民に忠誠誓わせるために再び町は破壊された。 1401年外はアッペンツェルの他の地域と提携を結んだ。1517年と1518年の間、修道院からの自治をようやく獲得した。タウンホールが1601年に建てられた。1606年、町は大火で大きな損害を受けた。1648年シュエルブルン地区が分離し、独立した村となった。 1798年と1803年の間、町は当時存在したサンテス州の州都であった。ヘリザウは東スイスの中心に位置している。1537年に商業、貿易の重要拠点として設立された。ありがとうございます。